エクススパンスサー、アメリカオシはカモメ、カモカに分類される鳥の一種。北、アメリカに分布するオシドリ族の鳥で、オシドリ同様オスは鮮やかな灰色を持つ。アメリカオシドリとも呼ばれる。成長は全長45センチメートルほど。オス成長は頭部が光沢のある深緑色で、後頭部に寒羽が垂れ下がる。喉から目の前後に白い帯模様。 後頭部から目に向かっても、白い帯模様がある。他にも赤のアイリング、黄色で縁取られた赤い、くちばし、茶色の胸、泡褐色の翼、翼と胸を仕切る白い帯、青緑色の背中など、特徴的な灰色をしている。メスは、頭部から背中にかけて、青灰色、体側が灰褐色と白のまだら模様で、目には、白いアイリングと後ろに続く白い線がある。 オスメスとも腹は白く、足は黄色である。非繁殖期には明けた湿地や湖沼にも現れるが、繁殖期には森林に囲まれた川や湖に移動する。主に水草や植物の種子を食べる。繁殖期には、おしどり同様水辺近くの軌道に映像する。また、人間の設置した巣箱もよく利用する。メスは一度に9個から14個の卵を産むが、巣箱が、 あまりに近いと隣の巣箱に散乱してしまい、一つの巣に四十個もの卵が産み付けられた例もある。この際は孵化しなかった卵もあった。メスは一羽だけで一ヶ月ほど放卵する。ヒナは孵化後すぐにメスに従って巣から地上へ飛び降り、水辺まで歩く。ヒナの世話もメスだけが行い、生後四十日ほどで巣立ちする。黄緑が繁殖地、青が越冬地。 緑は一年中見られる地域カナダ南部からアメリカ合衆国を経てメキシコまでの北アメリカ中部に分布するがその分布はほぼロッキー山脈を境に東西に分断される北部のものは冬になると団地に移動するが分布域の南部では渡りをしないものもいるなおヨーロッパや日本でも記録されるがこれは飼育個体が野生化したものであるアメリカ推しの鮮やかな羽毛は 古来から、羽飾りや釣りの毛張りに用いられ、狩猟の対象となっていた。さらに、繁殖地の森林伐採、越冬地の湖や湿地などの開発も重なり、20世紀初頭には、絶滅寸前にまで追い込まれた。しかし、狩猟法改正や巣箱の設置などの保護が行われ、20世紀後半には、個体数が回復した。もともと軌道に影響するため、 巣箱をよく利用したことも幸いしたと言われる。エクススパンサ、さん、ありがとうございます。